塾、えー、の保ですえ今日あたりなんですけども、これはね、ちょっとアメーバの昔の記事なんですけども、今日あたり、尖閣諸島に中国から漁船の大軍団がおそう、訪れるというふうなね、ことだったんですけども、どうなんですかね。なんか朝からニュースいろいろ見てるんですけども、あの、サイトのニュースはね、なかなか適当なのに当たらなくって今待ってるんですよね。こういうふうな形で、えー、尖閣に大船団、来週にも出港、 国家政府が危機感ということで、私も危機感を覚えてるんですけどもね。うん。まあ、こういう風うな形になってます。排水量1000トン以上の航線を130隻。世界最大規模の海上法執行機関ということですよ。なんか恐ろしいですね。世界最大って書かれるとね。で、世界最大級の1万トン級巡視船が2隻含まれるということと、海軍艦艇同水準の大型76ミリ砲搭載艦も、 お確認ということです。あの、漁船が何百隻とかね、戦績前後、退漁して訪れるのが今日とか明日とかっていう形なんですけども、その単なる漁船って言ってもすごいですからね、あの、マシンガン積んでたりとか、本当に戦闘力のある漁船なのか、うん、うんうん、まあなんか戦闘艦なのかわかんないような感じでね、うん、とにかく攻撃目的の、 船舶が多くて、とても漁をするような船だと思えないというふうな情報も入ってます。まあ、私もね、ほんとよくわからないんで、情報を寄せていただければ本当ありがたいんですけども、えー、こんな感じになってますね。中国高専の勢力増強ということで、2019年には、これ、130、 っていう風になってますよね。1000トン級以上が。これがすごいですね。それで、海上保安庁、我が国の1000トン級以上の艦艇っていうのは、66隻に留まってますんで、ん130対66ってことになると、それだけでもね、あの、倍の兵力差があるわけなんですよ。これに加えて、66の海上保安庁、1000トン級以上の船が、66隻全部が集中するわけではないですからね。 あの、手の内は明かさないってことなんで、え、これがどのぐらい、あの、戦力として裂かれるのかっていうのは分かりませんけども、どうなってるんでしょうかね。で、これが侵入の実績です。実績って言うとなんか嫌な感じですけども、2020年では723というふうな形でカウントされてるんですよね。もう完全に自国の領土だと思ってきてるわけなんですよ。まあ、自国の領土だと思ってるんでしょうけどもね。 はい、えー、こんな感じで、海上保安庁の人事船が、本当にね、命を張って、監視してくださって、守ってくださってるんですけども、海上保安庁といえどもね、先制攻撃の権限は渡されているわけでもないですし、それから軍艦ではないですからね。うん、あくまでも保安庁ですから、うんからその辺、あのー、相手はね、何をやってくるかわかんない連中ですから、怖いですよね。本当にこういうところで、 戦ってくださるっていうかね、国を守ってくださって、あの、ありがたいなと思うんですけども、えー、自衛隊の方もなんとかね、えー、出動してもらいたいなと思いますよね。で、これがアメリカのシュナイダー司令官なんですけども、アメリカは尖閣諸島の緊迫に伴い、日本を支援するという約束を100%果たすというふうに明言されている。要するに、えー、もうね、う言い方あれですけども、日本以上に、もう本気なわけなんですよ。ここを落としてはならないと。 うん、この際ね、アメリカが日本を利用しようとしてるとかなんとかって関係なく、やっぱりこう、同盟上、ここはね、守っていかないといけないとこだと思うんですよね。うんまあ、だからといって、お前やれよって言われたら私も何もできないわけなんですけども、まあ、こういうふうな、ちょっとこう、かっこいい方も喋ってますね。 はい。こういう風うな形になってます。これが最後の画像だと思うんですけども。あの、詳しくは、あのー、まあ、いろんなサイトがあるんでそちらの方をご覧いただきたいんですけども。いや、どうなっちゃうんでしょうね。今日とか明日とかも、この一週間かなり緊張高まってると思うんで、あのー、台湾の方もそうですしね。あの、このね、あのー、もうなんかその、一帯一路構想の海のシルクロード、これはね、完成させたら本当にやばいんですよ。で、今、香港が合いとになっちゃったじゃないですか。 で、あの、国家安全法っていうのが施行されてから、ほんとめちゃくちゃなんですよね。あの、訴求して人を捕らえたりとか、うん、なんかその、香港国内じゃなくても逮捕できるとかね。要するに完全に、あの、内政干渉どころか、もう地球上全部をね、うん、なんか監視してるわけなんですよね。で、勝手な罪を、まあ、着せて、 そして連れて行ったらもう帰ってこないわけですよね。で、先日も、その、少数民族、ウイグル人の方とかをね、強制労働をさせていて、アップルの製品とか、なんかシャープの製品とか、ソニーの製品とか、ナイキの製品とか、作らしてる。だから、安く提供できる。企業が大きな利益を得てるっていうことも、話されてましたけどね。うんまあ、日本のデフレも、それに、なんか言ってみればね、消極的に関与してるのかなと思ったら、ちょっと他人事ではない。 本当になんか世界中で中国のこの状況をですね、抑え込んでいかないといけないんだろうなと思いますよね。ちょっと情報が全然ないんで今日のところは、うん、現場からのね、あの動画とかドローン撮影でもあればいいんですけども、そんなのおいそれとはなかなか伝わってこないところだと思います。まあ自分でね、取材に行ければいいんですけども、なかなか、はい、ということなんで、えー、私としては相変わらずネットの情報を探してですね、その中で、あの信憑性のあるものを自分なりに解釈して、 動画の方を作って、えー、広めていきたいなというところですけどもね、私の影響力なんてまあ、チャンネル登録1万人前後なんで、どうってことないかもしれませんけども、まあ、でも何かをせざるをね、得ないというか、何かしたいんですね。えー、情報をお持ちの方はお寄せいただければ幸いです。えー、それでは、また引き続き、えー、放送します。